ブログマス帰ってきた。ブログマス1週間だった。今日でやっと忙しいの終わった。うん、大反省会で飲みまくろうと思ったらなかった。お酒がなかった。これ取ったら買いに行くって、うん、お疲れ会。あれそんなの買った。サワークリームだったかな。なんかこれがチーズ、うん、これ食べたことある。旅行って時に持ってきてるね。大御所来ました。大御所チップスアホイのチャンキー。今買いに行く。ねえ、お酒飲みながら食べてんじゃない。でよ、よいしょ。今買いに行こう。じゃあ行ってきます。また私のせいで。はい、ただいま。お帰り。乾杯。疲れたから乾杯。はい、どうぞ。はい、どうぞ。サワークリームオニオン、フレンチオニオン。うまそうな予感。普通のさ、サワークリームのやつでさ、甘くない。ケンタッキーの味がする。ね、ケンタッキーの皮の味しない。うん、全然違うよ。これはガンガンいけそうだね。コーラとも合うんじゃない。試してもらう。これが絶対うまい。絶対うまいやつってよ。これを食べながら、今年食べた美味しかったもの3つ発表。うん、さあ、大きいね。チャンキーはどうでしょうか。うん、いろいろ混ざってチーズの味が濃いめ。今年食べてうまかったもの第3位、タラララダン、チップスアホイシリーズ。うん、青いの。うん、昔食べたことあるんだからけどさ、もう違うんじゃない。アメリカのは久しぶりに食べたから、新しく食べたものを入れた。うまかった。これも美味しいし、青いのも美味しい。青いのはサクサクして美味しい。赤いのもあったよ。第3位、ダラララじゃん、ジャジオカン。うん、何十年ぶりに多分羊羹を食べた衝撃と見た目の可愛さがやばすぎた。あんこはね、外れないと思うよ。あたし的によ。第2位、ダラダン、セブンイレブンのガトーショコラ。うん、うまかったね。よかった。もう一回買いたい。第2位、ダラダン、キーのお店のチーズケーキ。やっぱり言うと思ったり。そうそう、うん、カフェおうちのあんこチーズケーキ。あんこチーズケーキ、あんこあんこできました。第1位、あんパンっていうかもしれない。ローソンの、うん、ローソンの5個入ってるあんパン。流行る第1位はダラドン、これリピートしちゃった。うま、ん、かったってよ。もうさ、これがさ200円ぐらいで買えるんだったらさ、1回で 2,3 個すぐ口に入れる。可愛い娘のためにバスに乗って買いに行った。お父さん買いに行ったって。あやる第1位はダラダン。取られた。何、一緒だった。衝撃が。だってさ、私たちさ、好みが激しすぎてさ、うん、そうそう当たりに巡り合わない。大当たりが来ない。まさかの1位が一緒だった。一緒でした。美味しかったよね、絶対ね。美味しいよね。もう一個言っていいじゃん。うん、なんでしょう。じゃあ4位、お菓子ご飯。なんでお菓子ご飯。ご飯とお菓子の間。ご飯とお菓子の間の食べ物って世の中にある。あるある。パン、うん、あれだ、あのゲノワンのお店のあんことバターが入ってる丸いやつ。ピザでしょ、あんこ。あれ今年だった。あんバター、あんバター、あんこあんこあんこ来ました。あんこが占めてるほとんど。うん、自分はチョコチョコチョコ、うん、全部チョコチョコ。キャラメルなんだけど、キャラメルが強くない。強いけど、とにかく結局甘いの。以上、2019年美味しかったランキングベスト3。今あげたランキング以外に皆さんが美味しかったっていうものあったら教えてください。教えてください。食べる。食べる、うん。こんな感じで、うん、ちょこちょこブログラムブログマス。何と何が買ったさ、グラノーラとブログマス。グラム。プログラム。ブログマスやります。バイバーイ。バイバーイ。そばから食べる。私も食べる。